ございます。トラちゃんです。いつも阪神タイガースを応援しています。ツイッターアカウント、トラちゃんの応援箱、ハッシュタグトラ応援で誰でも使える応援イラストを投稿しています。阪神ファンの皆様、トラホー。阪神タイガース5連勝勢いが全く止まりません。貯金は14、ずっと単独首位、ゲーム差も開いてきました。トラちゃん、こんなに早く首位でいられるなんて、まるで一昨年のような。いや、思い出すのはやめとこ。昨日の阪神打線はすごかった。これまでつなぐ野球が目立っていましたが、昨日はホームラン攻勢、ヤクルトに先制されましたが、大山選手のホームラン、ミエセス選手のホームランで見事追いつき、近本選手のホームランで逆転。このあたりで一本出るといいなぁという場面でホームランが出ました。トラちゃん、最近はビハインドでもなんとかなる雰囲気があって、最後まで諦められないです。その後また追いつかれた末の延長戦、10回ツーアウトから近本選手がヒットと盗塁、中野選手敬遠、ノイジー選手ヒットで満塁のチャンス。ここで回った大山選手はまさかの押し出しフォアボールで勝ち越し。大歓喜の中、さらに見せ場を作ったのは佐藤輝明選手でした。センターオーバー走者一掃のツーベースヒット。2試合連続の決勝点と大活躍。岩貞選手は1点返されるものの点差を守り、見事な勝利となりました。トラちゃん、もうなんて言ったらいいのか、最近毎日トラホーって言ってて、こんなにうまくいってていいのかなーって気持ちになります。本当に嬉しい。4ゲーム差と2位と差が開き始めているけれど、まだまだ前半戦。これからも貯金を積み重ねていってほしいです。頑張れ桐敷投手。今日も全力トラ応援。トラちゃんでした。チャンネル登録よろしくお願いします。